んかね、動物の足跡があるんですね。なんすかね、これウサギとかかな、何かの足跡がありますね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。だいぶね、すごい途中まで車で来たんですけど、ちょっともう無理で歩いてきました。今の現状をちょっと見ていきたいと思います。うわ、すごいな、もうツタだらけですね。すごい、ラピュタのなんかあれですよね、人がいなくなってしまったこの滅びた世界みたいな。やばい、滅びた世界、もう廃墟感がすごい、やばいですね。これこんな状況になっております。とりあえず掃除をしないといけないですよね。今回装備品として持ってきたのはこちら、ででーん、いろいろ詰めてきたよということですね。これね、背中でしょいこっていうのがついてるんで軽く運べるっていうことなんですけど、これ結構これが当たって痛いっていうね、中身も見ていきたいと思います。まあ装備品はこんな感じですね。これアリスパックっていう、いろいろ入るリュックサックですね。これはインスタントコーヒーカップね、クッカーですね、あとは鍋焼きうどん天ぷら、もうこれだけで済むんですけどね、これだけでいいんだけど、あとはこうハンゴね、ハンゴの中にはまあいろいろ入れるよと。で、ハンゴの中に入ってるやつは何、これですね、いつものやつで、まあお湯もこのままこう沸かせばいいし、なんならこれにお湯を入れて、お湯というかね、水入れて煮込めばいいだけなんですけど、鍋焼きうどんをやっていきたいと思います。すごいな、こういうガスですね。注意事項ね、アルミの目に穴や亀裂変形がないことを確認してからと、こういろいろ書いてありますね。これ本当超簡単でお手軽で、これこう、うどんを入れますね。スープも入れちゃいます。これは誰でも分かるわいってやつだと思うんですけどね。でこれをこう天ぷらを入れて、で水を加えます。わ、水、はい、火にかけるだけです。これで待ってれば、本当は熱湯を入れるんだね。これ熱湯を入れて、火はまだつけないでください。これやり方違うな。ああ、なるほどね。本当は、お湯をこう入れてから入れるんだね。まあいいけど。いや、この待ってる間が、だいぶ寒いですね。こう、いや寒いね。お湯沸かないですね。やっぱりね、外なんで寒いから、なかなかこうお湯がね沸かないでしょうね。これはフフフフ。
開かないな。ただじっと見てるけどね、これね。外での調理を諦めて山小屋に来ました。いつも通りじゃん。だって寒くて、あの風が吹いてきてグツグツしないんだもん。というわけでね、とりあえずね移動してきました。いやすごい、ぐつり方がすごいね。そうだよね、やっぱりこんぐらいグツグツしないとさ、やっぱり煮込みうどんですからね、煮込みうどんにならないからね。あんなしょぼしょぼではね、ちょっとこう、ほらやっぱりね勢いが違うからね、勢いが火の、この火の勢いですよ、やっぱ。どうなのこれ、もうお湯ない、お湯がないよ、お湯がなくなっちゃってる、もうやばい。これさ、うどんがねまだ硬いのよ。うどんが硬いのに、このなんかなんていうの、水がなくなるってまずいよね。これはすごくまずいパターンなんで、今年初のこの鍋焼きうどんのお味はどうかなってやつだね。これカップラーメンでも変わんねえじゃんって思うよね。カップラーメンでも変わんないよね。そうだよね、カップラーメンにしろ鍋焼きうどんにしろ別にどっちでもいいですよね。さあ、じゃあこう、はい、だいぶねグツってきましたね。いいんじゃないのこれ。はい、ちょっと見栄えは悪いですけど、まあ完成ということで、わーい、やりました、完成です。てってれー。はい、ではね、別なところで、外でせっかくだからね食べたいなと思います。食べたいな言えてね。はい、焼きうどん完成しました。てってれいただきます。この外でね食べるっていうのが美味しいのかなと。食べてもう下山しないとやばいっす。また凍るでしょうからね、あっという間に。今の時間からまあ急にね、まあ暗くなったりしますから、食べ終わったらまあすぐね移動しようと。というわけで、まあここら辺にあった、この後ろあたりにあったこうなんかつる草みたいなあれのをとりあえず取って、であと、まあ、周りもね少しここら辺の下がバーッとこうつる草になってたんで、とりあえず取りましたね。みんなでねたくさん
何かしらイベントやれたらいいと思うんですけどもね、以上です。今年もよろしくお願いします。